コルデノーレという町に来ました。この橋を渡ったら中心街になるそうなんですが、この橋の名前はなんと、コメセキアマイポンテ、クエストコンポンテ、ポンテディアダモイダイワ、アダムとイブっていう名前の橋らしいです。アンドレアさんとジャコバさん、よろしくお願いします。よろしく。アンドレアさんはこのビニール傘、日本語の傘、日本の傘、そう、日本で買った、何年前に買った、コンティアニファ5年前に日本で買ったビニール傘を今も大切に使っているそうです。イタリアでビニール傘ないんだよね。だから珍しいの。これはムニチーピョ。ああ、これは市役所みたいな。かわいいね、これも。ここもみんなオレンジのお酒飲んでる。もう今食前酒タイムです。じゃあうちらもこれから、アニャマベレコルコーダ、なんか飲みに行きましょう。はい、はい、アペリティーヴァでーす。スプリッツアラペロール頼みました。そしてこれ、ホストディルチッケッティ、シーフ名の味、コスすごい。これはアンチョビ、アンチョビ。コルデノーネ、乾杯。毎日アペリティーヴァ。乾杯。乾杯。明日はナオニスコっていう、なんか日本のイベント、日本っていうか日本とビデオゲームと、あー、なんか日本関連のイベントがあるので、それに参加してきます。イエーイ。マーケット回ってます。すごいたくさん、いろんなものが売ってる。もう食べ物とか雑貨とかいっぱい売ってます。これはさらにハムでかい、でかい。オランダのクレープがある。カンノーリがある。シチリアのお菓子、コロッケって書いてる。コロッケ、ベビちゃんは明日お肉グリル、おいしそう。È grande, sì sì. イベントに招待してくださった夢っていう、ソチャッパル文化協会の方たちです。はい、私はこれにしました。おいしそう。ボンジョルノ、ベロニカさん。ベロニカさん、もう着物素敵。一人で来ましたか？アインドスタートダソーラ。はい、bravissima. E come hai imparato a indossare kimono? Ho imparato online, seguendo video tutorial e guardando le immagini, le scansioni di libri per kitsuke. なるほど。今日はベロニカさんが私に着物を着付けしてくれるんですよ。ありにて、come mai hai avuto questa passione? Solite cose legate al Giappone, quindi dai manga, poi attraverso le belle arti che ho studiato, la cultura artistica. Prima ho imparato lo tsumami zaiku e poi ho detto, ah, se devo anche indossare kimono con lo tsumami zaiku, devo imparare a indossare kimono.はい、じゃあ今日はよろしくお願いします、マエストラ。これベロニカさん全部作りましたね。器用だね、めっちゃ器用だ。すごい、自分で作る。これは結婚式、はい、赤いと白いは、健康式に、色です。使う色、うん、上手、すごい可愛い。めっちゃすごい。
物を着せてもらいました。ちょっとこれからぐるっとまた一周してみます。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。